はいどうも、小魚です。今回の動画は決闘4周年3ステップ記念ガチャ引いていこうと思います。まあ、決闘4周年ということで、まずおめでとうございますというところで、まあ、この3ステップガチャ3回限定で引けるんですけど、1回目で星51体確定プラス記念の扉60個、そして2回目で記念キャラ即戦力チケットが1枚で、3回目で宝玉のかけら30個がもらえるということで、まあ、実質20連で記念キャラ1体確定っていう感じなんで、まあ、20連だけちょっと引いていこうかなと思います。そして、まあ、その20連で記念キャラさらに狙っていけたらなって感じですね。それでは早速引いていきましょう。いきます。まあ10連目は星51体確定なんで、そこで記念キャラ狙いたいですね。まあ、特に未所持の記念キャラ来てくれたら嬉しい。それではお願いします。まあここは星5行って確定なんで、マジで記念キャラ行きたい。そう、さあ1体だけ。おー、姫島さんね。はい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 、なるほど。まあ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 、記念キャラじゃないんですけど、まあまあまあって感じですね。必殺レベルとかも上げれるんで、まあまだいいかなっていうところですかね。それでは次、記念キャラ即戦力チケット1枚もらえるんで20連目いきましょう。いや、持ってない記念キャラ結構いるんで、いやー、そのね、未所持ね、未所持の記念キャラはちょっと狙っていきたいですね。悟空とか。いきます。まあ、このチケット以外でね、できれば記念キャラね引けたら最高なんですけどね。さあ一体、いやー、未所持の記念来てくれたらなー、最高なんですけどね、めちゃくちゃ最高なんですけどね。そう、那須さん、那須さん、まあワードリーなキャラなんで、これはこれで嬉しい。さあこれでね、まあ、記念キャラ即戦力チケットもらえるはずなんで、まあそれ引いて終わろうかなというところですね。さあギフトボックス来たんですけど、これですね、決闘4周年3ステップ記念ガチャの特典ということで、記念キャラ即戦力チケット、まあこれで未所持記念キャラ引いて気持ちよく終わろうと思います。いきます。さあ頼むよ、もうマジで未所持であれば何でもいい、正直。いきます。まあ、できればね、ワートリのキャラとかがいいですけど。さあ、おお、オッケー、オッケー。いや、坂田銀子は嬉しい。オッケー、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 オッケー。よし。いや、かぶると思ってたんですけど、いや、来るんかいっていうね、未所持来るんかいっていう、ありがとう。